ベルガモ県は、イタリア共和国ロンバルディア州に属する県の一つ。県とはベルガモ。ロンバルディア州のほぼ中央部に所在する。県とベルガモは、ブレシアの西北西約4 6トル州都ミラノの東北東約4 6トルコモの東南東約4 7トルに位置する。隣接する県は、以下の通り。地形図県域は、 北部の山岳部、南部の平野部に分かれる。県北部の山岳部は、アルプス山脈の一部をなす山々で、山域区分の標準であるソユーサでは、東アルプス山脈のベルガモアルプス及びプレアルプスに分類している。この山域はさらに、北側のベルガモアルプス南側のベルガモプレアルプスに区分される。県の最高峰は、県の北東部、ソンドリオ県との県境に位置する、 コカ山。コカ山のふもと付近にセーリオ川が源を発し、バルセリアーナの谷筋を刻む。県南部の平野部においては、西の県海があった川、東の県海が大リオ川である。その間に、県北部を水源とするブレンボ川、セーリオ川が流れる。ブレンボ川は、県南西部であった川に交流し、セーリオ川は南のクレモナ県に流下してあった川と合流する。 県とベルガモは、ブレンボ川とセイリオ川の間に位置する。2001年の国勢調査に基づく、居住地区別人口統計によれば、人口1万人以上の都市は、以下の通り。サルデーニャ王国ベルガモ県の3軍19世紀、ロンバルディアは、オーストリア帝国の構成国、ロンバルドベネト王国の領土として、オーストリアに支配された。1859年、 第二次イタリア独立戦争後の中立非常約により、ロンバルディアはサルデーニャ王国が領有することとなり、サルデーニャ王国はベルガモ圏を設置した。ベルガモ圏には三つの軍が置かれた。すなわち、ベルガモ軍トレビーリオ軍、クルゾーネ軍である。なお、これらの軍はファシスト政権下の行政区画再編により、1926年から1927年に、 かけて廃止された。1992年、県政部が分離し、この県東部と合わせて、列古県となった。2020年、2019新型コロナウイルスの感染が拡大し、同年3月末までに、ベルガモ県内で2060人の死者が発生した。感染拡大の主因には、2月19日に、 ミラノで開催されたアタランタ BC 対バレンシア CF の UEFA チャンピオンズリーグの試合が挙げられている。ベルガモ県には244のコムーネがある。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在、21世紀に入って以降以下のコムーネ等配合が行われている。 ベルガモ県の山岳部共同体、広域行政組織である山岳部共同体としては以下がある。色は右地図と対応している。ラーリオ・リエタ・レバレ・サンマルティの山岳部共同体は、レッコ県とベルガモ県にまたがる山岳部自治体でバルレ・サンマルティのがベルガモ県内に含まれる。県内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。 所属リーグは2017から18シーズン現在。両クラブは共にベルガモシのスタディオアトレティアズーリギタリアをホームスタジアムとしている。ありがとうございます。